い、こんにちは、レトスノーノです。6月19日の3問に入る前にご連絡いたします。短期口座の値上げまで残り、1日となりました。20日の夜中までは今の価格なんですけども、21日になると値上げになりますのでご注意ください。試験まで残り4ヶ月なんですけども、4ヶ月あればまだ合格できます。ただ、勉強の仕方を間違えると合格できないんですね。まあ、この勉強の仕方を間違えてしまったら1年あっても合格できないんですけども、いずれにせよ、合格できないので、その点は注意しましょう。なので、ちゃんと理解をしながら学習するということを、今から行えば、今年の合格も十分できますので、もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。A は第三者 C の脅迫により、A 所有の土地を B に売却し、B は善意の D に売却をし、移転登記もなされた。その後、脅迫を原因として、AB 間の売買契約が取り消された場合、A は善意の D に所有権を主張できる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、これ丸ですね。第三者 C から脅迫されて土地を売却した場合、脅迫された A は売買契約を取り消すことができます。これは相手方 B が脅迫の事実を知っていても知らなくても関係ありません。そして、脅迫の取り消し、脅迫による取り消しっていうのは善意の第三者 D にも対抗できます。今回はこの部分なんですね。この部分の出題です。これは善意の第三者 D より脅迫されたもの、A を保護しているっていうことを表すんですね。C さんが A さんを脅迫しました。で、脅迫を受けた A さんはもう仕方なく B さんに売却しました。で、B さんが転売しました。で、D さんっていうのはその脅迫の事実を知りませんと。したがって、脅迫を受けた A は善意の第三者 D に対して取り消しを主張することができる、所有権を主張することができるということです。まあ、今回善意ですけども、善意無過失であったとしても、A さんは、所有権を主張することができます。で、脅迫の場合っていうのは、まあ、本人どうしようもないんですよね。もし、あなたが怖い人に脅迫をされて身の危険を感じたら、おそらくその脅迫に従うと思うんですよ。だからもう脅迫の場合っていうのは、相手方や第三者よりも脅迫を受けた者を保護するというふうなルールになっているんですね。したがって相手方や第三者っていうのがもう全員無過失であったとしても、この相手方や第三者を保護するのではなくて、脅迫を受けた者を保護するルールになっています。この点ですね、詐欺と違うんですよね。詐欺の場合っていうのは、本人騙されたっていう落ち度もあるわけですよ。だから、相手方とか第三者が全員無過失だった場合、相手方や第三者を保護するルールになってるんですけども、脅迫の場合は、そうじゃなくて、脅迫を受けた者を保護するルールになってるんだと。いうふうに頭に入れていただければと思います。で、問い2ですね。高県知事免許の宅建業者 A が、高県知事から宅地建物取引証の交付を受けている C を専任の取引士とした場合、C は同知事にその書き換え交付の申請をしなければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えはこれ×ですね。そもそもこれ書き換え交付申請っていうのは、住所や氏名が変更になった場合なんですよ。で、今回、住所や氏名って変更してないんですよね。まあ、従って、書き換え交付申請をする必要はありません。住所や氏名を変更した場合っていうのは、変更の登録申請をすると同時に、宅建支所、取引支所の書き換え交付申請もしなければなりません。まあ、このあたりですね、まあ、混乱しやすい部分なので、合否の分かれ目になってきます。わからなかった方は重要ポイントを覚えられていない証拠なのでしっかり押さえておきましょう。またですね、ボンミス。これすごく注意していただきたいんですよね。これボンミスをするってことは、これ理解できていない証拠なんですよ。で、何が理解できてないかというと、問題文を理解できてないんですよね。で、問題文の理解って実は宅建に合格する上で一番重要なことなんですよ。解説を理解するよりも、問題文を理解するっていう方が重要なんですね。なので短期講座では一番最初に問題文をどうやって理解するのか、ここをお伝えします。これはですね、予備校とかでもあまり教えていない内容なんですよね。なので、自分自身で研究しながら、そこは理解を深めていくっていう形になると思います。なので自分自身で、あ、じゃあどうやって問題文理解したらいいのかわからない、または読解力がないという方はぜひ短期講座をご検討ください。
読解力ない方であったとしても、私がお伝えするやり方をすれば読めるようになってきますので、ご安心ください。で、問い3ですね。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における、宅地の所有者、管理者、または占有者に対して、当該宅地または当該宅地において行われる工事の状況について報告を求めることができる、丸か×かという問題です。答え、丸ですね。まあ、今回の問題は正しい記述なんで、そのまま覚えれば大丈夫です。知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、または占有者に対して、何を求めることができるのかについて質問しています。で、何を求めることができるかっていうと、宅地の状況とか、宅地内の工事の状況について報告してくださいということを求めることができます。まあ、これはそのまま覚えておきましょう。はじめにもお伝えをした通り、短期講座の値上げまであと1日となりました。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。